オーストラリアで今も続く大規模な森林火災。コアラやカンガルーなどの野生動物にも大きな被害が及ぶ中、XJAPAN のリーダー YOSHIKI さんがツイッターで、これは地球の全ての命に関わる問題であり、より多くの人々がこのことに関心を抱いてくれることを願っています。 YOSHIKI さんは災害救助と復興支援を行っているオーストラリアの赤十字とアメリカの熱帯雨林保全活動基金にそれぞれ5万ドル、日本円にして合わせて1100万円を寄付しました。オーストラリアの森林火災については、レオナルド・ディカプリオさんが消火活動や被災者のケア、野生動物保護などを支援するため、3億3000万円で基金を設立すると発表。オーストラリア在住のラッセル・クローさんやニコール・キッドマンさんらも多額の寄付を行い、エルトン・ジョンさんはオーストラリアでの公演で1億1000万円の寄付を発表しました。これまでさまざまな災害に対し多額の寄付を行っている YOSHIKI さんは、頑張ってチャリティー活動を続けていますが、日本ではたまに批判もされます。まだ自分の努力が足りないんだと思います。今後も頑張ります。支援の輪が広がるように、と綴り決意を新たにしました。